レゴルイージータイム。おお、すごい。チェンジ痛快。でてて。あ、やばい、電池がない。みなさんこんにちは、重賞レゴブルーでひろゆだ。はい、今回紹介するレゴはこちら。レゴスーパーマリオ、レゴルイージと冒険の始まりスターターセットです。はい、ついにこちらを開けることができます。僕今活動休止中なんですけど、今回これのために一時的に活動復帰してます。前回の動画でも言ったんですけど、僕マリオより実はルイージ派なので、これはすごい楽しみです。で、今回の動画はこちらのレゴルイージスターターセットと、レゴルイージの予約購入特典でもらったキャリングケース、こちらも開けます。はい、箱はこのようになってます。ちなみに箱なんですけど、以前紹介したレゴマリオと全く違います。基本的に箱の形状は左右非対称になってます。はい、外箱はこのようになってます。そしてレゴマリオの説明書は基本的に入っていないので、アプリをダウンロードする必要があります。で、さらにレゴマリオがあるとチーム戦ができるみたいです。ただ今回の動画ではチーム戦はしません。ということで開けましょう。もう開けるのが本当に楽しみです。せいのよっと。おお、パンパンに入ってますね。で、レゴルイージは確か奥の方に、あ、これだこれだ、ここにルイージが入ってます。では一回全部出します。はい、箱の中にはパーツが入った袋が全部で7つと、説明書が1冊とレゴルイージ本体です。では今からレゴルイージを開けます。ルイージとご対面です。いただきます。せーのよっと、あ、反対だった。せーのよっと。おお、死んでる。完全にルイージの泣き殻ですね。基本的にはレゴマリオと作りはまあ一緒ですね。おお、すげえ。あ、電池入れないと。はい、では電池を入れましたので電源オンします。電源オンはここのボタンです。いただきます。レゴルイージじゃん。おお、すごい。では一回ちょっとアプリと連動させます。バイバイ。わ、すごい。マリオの時はシーユーって言ってたんですけど、ルイージの時はバイバイって言うんですね。これ面白い。はい、ではアプリを起動しましたので接続したいと思います。では接続します。あ、もういきなり出た。じゃあこれをタッチしてスタート。アップデートしてね。アップデートします。あ、これレゴマリオもアップデートしないといけないんだ。あとでレゴマリオもアップデートします。響けファンファーレ、届けゴールまで。アップデート長いな。はい、ということでレゴルイージのアップデートが終わりました。はい、今アップデート終わったって言ってたんですけど、全く動きません。え、まさかこれ壊れちゃった。いや、壊れるわけはないですよね。ちょっと僕もどうしていいかわからないので、一回電池を抜けば多分治るかもしれないので、一回電池を抜いてみます。はい、今一回電池を抜いてもう一回セットしたら治りました。いや、もう危なかった。レゴマリオタイム。ではレゴマリオもアップデートします。はい、ということでレゴマリオのアップデートも終わりましたので、ここからレゴルイージを組み立てます。先ほども言いましたが、レゴスーパーマリオの説明書はアプリの中に入ってますので、組み立てる際はアプリをダウンロードする必要があります。ではレゴルイージを組み立てます。ルイージの下半身と帽子は1番の袋に入ってます。基本的にはレゴマリオとほぼ一緒です。で、帽子をつける。パッと。レゴルイージじゃん。はい、レゴルイージが完成しました。わー、やっ
ぱいいな、レゴマリオ。はい、レゴマリオと比較するとこんな感じです。レゴルイージの方が若干高いです。あとはヒゲと眉毛が全く違います。横から見るとこんな感じで、後ろはこのようになってます。いや、これほんと再現度高いな。可動部分は腕がこのように回転します。それ以外は基本的に固定で、その他のギミックはマリオと一緒で、歩かせると歩いてる音が出ます。で、たまにコインを拾います。そして高くジャンプすると、このようにジャンプをしてる声が出ます。はい、1番の袋に入っていたコースは全部で3つあります。砂漠と毒沼と橋です。じゃあまずは砂漠から見ましょう。あー、砂漠のアイコンに関してはマリオと一緒ですね。こんな感じで砂を歩いています。では続いてはこちらの毒沼行きます。おー、すごい。あれ、これどうするんだ。一回、あ、なるほど。毒沼は一定時間入り続けると混乱して別のステージの上に置けば元に戻ります。では最後はこちらの丸太の橋です。これは橋なのか、それか飛行船の上か木の上なのかな。ちょっと一回走らせます。あ、反応した。あ、これはもう木の橋の上ですね。はい、今私ひろげ結構こうイライラしてます。なんでかというと、今から土管とかゴールフラグとかのコースを一気に組み立てて説明しようかなと思ってて、これでいろいろ飛ばしてたんですけど、この初めてのコースのこのスタートが全く接続できません。もうこれに多分もう30分か40分くらいかかって、もう何度も電池抜いたり電源入れ直したりしたんですけど、全然直らない。もうそれに今めちゃくちゃイライラしてます。ちなみにこれツイッターとかネットで見たんですけど、結構このような不具合が多いみたいで、アップデート一応まああったんでやったんですけど、全然直りません。まあ多分おそらくこの動画アップロードしてる時にはもう改善されてるんじゃないかなって思います。ということで、今からこちらの3番から9番までのコースを一気に組み立てたいと思います。ちなみに組み立て説明書はかろうじてレゴ社のホームページにありましたので、これを見ながら組み立てます。いや、僕も一瞬焦りましたけど、組み立て説明書があってよかったです。
はい、付属するコースとキャラクターを一気に組み立てました。おお、今回のレゴルイージのセットもなかなか面白いですね。僕はこれ組み立てる前に思ったんですけど、この一番後ろのシーソーがめちゃくちゃ気になります。はい、ではまずは付属するキャラクターを紹介します。右から骨クリボーブンブン、ピンク色のヨッシーです。まずこの骨クリボーなんですけど、なんと歩いてます。これはすごい。ちなみにキャラクターパックの骨クリボーと並べるとこんな感じです。あれ、歯あったっけ。あ、しまった。これ歯がなかった。やばいな、これどっかに歯のプリントがあったような。あー、これだこれだいやー、これ失礼しました。前足が出てるので、この骨クリボーは動きがありますね。これすごいな。上のカラーは一緒ですね。本当に足のパーツが違うだけです。じゃあもしかしてなんですけど、このキャラクターパック2に出てきたキャラクターもルイージに付属する骨クリボーのようになるのかな。これは楽しみです。はい、では続いてはこちらがヨッシーです。全体はこのようになってます。このヨッシーもかなりよくできてますね。まあ、ただ実物のヨッシーと比べると、ここの部分がちょっと丸くないのが、うん、ちょっと気になるかなって思います。まあ、それ以外に除けば、本当よく作られてますね。さすがレゴマリオ。単にヨッシーといえばマリオ乗せられるんですけど、これ乗せれません。なんでかっていうと、後ろの背中がこのようになってるので、レゴルイージを乗せようと思うと、ちょっと無理がありますね。ヨッシーは基本的に付属する台座にバーコードがあります。はい、続いてこちらがブンブンです。僕個人的にこのブンブンがめちゃくちゃよく作られてます。はい、全体はこのようになってます。ちなみにブンブンの初登場はファミコンのスーパーマリオ3です。1の1の砦で両手をこんな感じでブンブン振り回してるからブンブンです。ちゃんとブンブンの特徴であるこの拳が再現されてるの、本当にすごいな。本当のゲームみたいにこんな感じで動かせれますね。はい、そしてレゴマリオについてくるクッパジュニアと並べるとこんな感じです。もう全然違いますね。横幅の厚みに関しては同じなんですけど、長さと拳の大きさが全く違いますね。ちなみにマリオステージのステージ1の砦に登場するブンブンの色はこの色なんですけど、後に違うカラーのブンブンも発売されるのかな。クッパジュニアに関してはラリーが発売してるので、後にモートやルドビックなどのキャラクター出るのかな。これは今後に期待ですね。はい、では続いては土管とゴールフラグです。土管に関してはレゴマリオに入ってくるものと一緒なんですけど、こちらのゴールフラグだけ全然違います。レゴマリオに付属するゴールフラグと並べるとこんな感じです。まず違うのはベースの台座が茶色色になっていて、でさらに言うとゴールフラグを支える柱がありません。最初てっきり同じだろうって思ってたんですけど、全然違いましたね。はい、そして続いてはこちらの土台パーツです。ちなみにレゴマリオに付属してくるものとはもう全く異なります。はい、そしてこちらが空飛ぶ歯車と回転する歯車です。ちなみにこの空飛ぶ歯車なんですけど、レゴマリオに付属する空飛ぶ雲のまあリデコっちゃリデコですね。ただ空飛ぶ歯車はこのように回転します。空飛ぶ雲に関しては何のギミックもなかったんですけど、このように回転するのも面白いですね。はい、そしてこちらが回転する歯車です。これも名前の通りこのように回転します。なんかゼンカイジャーのツーカイザーのギアダリンガーみたいですね。チェンジツーカイでてて、ヘイてててててヘイヘイみたいなはい、そしてこちらがレゴルイージのコースの中で一番大きいシーソーです。これ僕個人的にこれシーソーかって一瞬思ってたんですけど、これれっきとしたシーソーです。このシーソーの中ですごいと思ったのが、まずこのシーソーのこの台座、なんとこのように回転します。今回のレゴルイージって回転ギミック多いですね。でさらにこのシーソーがこのように動きます。マリオのゲームにこういうステージあったかな。レゴルイージだ。はい、ではレゴルイージを起動しましたので、今回付属するコースやキャラクターの音声確認をします。まずはスタートとゴールから行きます。あれ、では行きます。あ、基本的に音声はレゴマリオと一緒ですね。ではゴールします。おー、ちゃんとお腹に出ている液晶の旗が L になってます。いや、すごい。では続いてはこちらの動く歯車です。
おお、ちゃんと歯車が回転してる音が出ますね。あ、止まるとコインをゲットできます。では続いてはこちらの空飛ぶ歯車です。あのボス戦の BGM 流れるんですけど今回出ないんですね。で動かします。おお、さっきの動く歯車とは違う音声が出ます。で止まるとコインをゲットできます。はい、では続いてはこちらのシーソーです。これが一番楽しみです。では行きます。おお、これマリオ3の砦の BGM ですね。ああ、なるほど、このように上下に動かすとコインがゲットできます。じゃあ上に飛び乗ります。あ、上も一緒の音声ですね。じゃあこっから下に降ります。あ、反対側も一緒ですね。で降ります。おお、これは面白い。はい、では続いてはハテナブロックとキャラクターの音声です。おめえじゃねえよ、こいつだよ。あらら、こいつだよ。はい、では改めまして次はハテナブロックと3体のキャラクターです。でまずはハテナブロックからいきます。おお、無敵だ、すごい。あ、もうあの無敵が終わる音出ないんだ、これ残念だな。じゃあ次何が出るんだろう。あ、コインだ、キノコ出るかな。あら、あ、やばい、電池がない。あ、無敵だ。あ、しまった、電池ないからしょげてるんだ。じゃあちょっと急なんですけど今から電池を変えます。レゴルイージータイム。電池の残量がなくなるとああなるんですね。はい、では続いてはこちらの骨くり棒です。ではいきます。あ、骨くり棒はクリ棒と一緒ですね。はい、では続いてはこちらのヨッシーです。ではいきます。あー、ヨッシーだ、うわー、すごい。あ、もうヨッシーはもう乗ってる扱いになるんですね。なるほどなるほど。じゃあこのまま例えば骨くり棒を踏んづけちゃうとヨッシー食べるのかな。じゃあいきます。やはー、わー、すごい。おやー、ちゃんと食べてますね、これすごいな。あの実際のマリオもヨッシー敵食べちゃうんですよね、これすごいな。え、あ、もうヨッシーがどっか行っちゃいましたね。あー、これ一定時間でヨッシーどっか行っちゃうのかな。はい、では最後はこちらのブンブンです。ブンブンは後ろの甲羅にあります。では鳴らします。あ、なるほど、ブンブンはバッタンやクッパジュニアと一緒ですね。今回は8回踏んづけたらブンブンを倒せれます。ではそれ以降はクリボーと一緒ですね。クッパジュニアは確か5回だったような。ちょっと1回鳴らします。あ、5回だ。あー、なるほど、これキャラクターで踏んづける回数違うんですね。うわ、こりゃ細かいな。はい、じゃあコースを作ったので実際に遊んでみます。ちなみに余っちゃったのはこの2つだけです。では行きます。やばい、時間がない。よし、まあいいや。
おお、これは面白い。あの時間制限があったんでえらい雑念終わっちゃったんですけど、いや、やっぱレゴマリオ面白いですね。いや、すごい。はい、レゴスーパーマリオ、レゴルイージスターターセットはこんな感じです。はい、ではこちらのキャリングケースを見ましょう。ちなみにこちらはレゴスーパーマリオ、レゴルイージスターターセットを買うとついてきます。今回僕はアマゾンで予約したのでこれがついてきました。じゃあ開けます。おお、あ、このキャリングケースの素材感結構しっかりしてますね。いきます、繊維の、よっと。おお、これすごいな。これ裏表一緒だ。あ、なるほど。で、上には取っ手がついていて、中はどのようになってるのかというと、はい、あ、中はこのようになってますね。例えばレゴルイージをポンって入れたり。いや、これはちょっと危ないな。基本的にこれ、あ、わかったぞ。これ基本的に任天堂スイッチのケースなのか。ちょっと任天堂スイッチ持ってきましたので入れます。ちょっと、おー、すごい、ちょうどスポット入ります。おー、あ、なるほど、これ任天堂スイッチのケースだ。で、ここのチャックのところにカセットやジョイコンのストラップをまあ入れたりするのかな。これすごいな。あ、でもこれちょっと、これスイッチ入れて分かったで、あれ、これスイッチ入れて分かったんですけど、これ結構あの押し込まないとこれ入りませんね。よっと、これぴったり、これサイズ的にこれぴったりするスイッチと、後ろからこうやってはめるのかな。あ、なるほど、こうすれば、あー、でもこれ結構あのスイッチ入れたらキチキチになっちゃいますね。はい、問題なく任天堂スイッチを収納することができます。いや、このキャリングケース結構いいな。あ、でも僕個人的にこのキャリングケースもうちょっとだけ大きくして欲しかったらよかったかなって思います。そしたら任天堂スイッチキチキチにはまらず、まあ結構スペースがあるので、その分まあ入れやすいので、僕はこのキャリングケースもうちょっとだけ大きくして欲しかったなって思います。まあこのキャリングケースのデザインも結構悪くないので、これはいいと思います。あー、テレサ欲しい。あー、でもこれレゴルイージ買ったというのもあるんですけど、これレゴルイージ乗ってませんね。だからせめてルイージは入れて欲しかったですね。はい、ということでレゴスーパーマリオ、レゴルイージスターターセットを組み立ててレビューしていました。先にもう簡単に言っちゃうんですけど、このレゴルイージのセットはめちゃくちゃ面白かったです。まずレゴマリオとはコースが全然違ってたり、あとは付属するキャラクターが全然違います。今回付属するこちらのシーソーと動く歯車、これがめちゃくちゃ面白かったです。で、あとはこの足が前に出てる骨くり棒もすごく良かったです。あの今回の動画と全く関係ないんですけど、僕はこの動画公開し終わったらまた1回活動休止します。前回の動画でも言ったんですけど、本格的な活動復帰は9月の中頃です。あの9月の中頃までになんか1個セット買おうかなって思ってます。一応何を買うつもりなのかまだ考えてないんですけど、何買ったのかは9月の中頃の動画で発表します。今回のレゴルイージのセットはすごく良かったです。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、今回の動画面白ければグッドボタン、高評価をよろしくお願いします。そして僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてコメントやリクエストや質問などお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。おなら、イエーイ。